リョマの馬の耳に危険物。お疲れ様です。リョマでございます。この番組は毎週土曜19時配信中、ヘンタビ通信のスピンオフ番組で、メンバーのタクマと各週交代で配信するソロラジオになっております。配信サイトは Apple Podcast、Spotify、YouTube で配信されておりますので、お好みのサイトアプリでお楽しみください。またリョマの馬の耳に危険物は、皆さんから毎回変わるトークテーマに沿ったお便りに対してリョマの少し変わった主観で意見しちゃいます。ということで、ちょっと一周枠だけでもね、なんか久しぶりな気がするわ。皆さんお久しぶりでございますこの間ね、たくまさんとソロラジオこうジャックという形で入れ替えでねやってみたんですけど、いかがだったでしょうか。はい、全然反応がもらえなくて大丈夫だったのかなっていうのをね、不安に思っている今日この頃でございます。はい、いかがお過ごしでしょうか。今日ね、投稿日の2月5日はもうなんか関東雪が降ってて、なんかさ、今日もね、実はこっそり在宅勤務になったから、隙を見てね収録しちゃおうと思ってやってるわけなんですけども、はい、ね、なんかこう今年雪降んのかな、どうなんだろうって思ってたところで急に降ってきたからさ、寒い日はね結構あったんだけど、寒暖差が激しいというか、暖かい時は全然まだ暖かいし、寒い時はねそこそこ寒冷えるなっていう感じがこう続いてたか、なんだろう、こう雪が降るほどでもないかってずっと思ってたの。したら突然今日バーって雪が降ったから、ちょっともうみんな在宅でお仕事しましょうっていう風に切り替わったんで、ちょっと休憩時間にねこう収録しているわけなんでございますが、はい、まあなんだろうね、もう2月になっちゃったからさ、こういろいろトークテーマもね考えなきゃいけないなと思っているわけなんですけども、一応今回のねトークテーマの方、たくまさんが前回、やっていただいた時に指定していただいたのを、まあ、今週やっていくっていうような形になります。早速ね、じゃあそのテーマ改めて発表しましょう。今回のテーマは年末年始の失敗。冬休みも終わり、日常生活に戻っている頃だと思います。皆さんは年末年始に計画していたことはできましたか？お酒での失敗や長期休みにやろうとしてできなかったことなど、年末年始に起こった失敗についてのエピソードを募集しておりました。はい、ということでね、今回は年末年始の失敗なんですけど、また先に言いますね、今回もお便りがございません。うん、やめるこれねえ、このソロラジオやめる、もうみんなからのお便りないとマジでもう破綻するからさ、ちょもう送れないよっていうのであれば、ちょっと俺真面目に考えようかなって思ってるんだよね、このソロラジオ。結構工数もかかってるからね。でもちょっとみんなとこういろいろ交流ができたらいいなと思ってのこうトークテーマでね、お便り送りやすいかなと思ってやっている番組なんですけど、ちょっと私はなんだろう、そのトークテーマの設定がうまくないのかとかいろいろ考えてはいるんだけどさ、やっぱまだ難しいね。まあ、今回もちょっとお便りがなかったので、私が年末年始どう過ごしていたかをこの後聞いていただければなと思いますので、よかったら最後までご視聴いただければと思います。よろしくどうぞ。助けてみんなお世話になったわ、もうおじさんの発言なんだよ知ってた、これラジオなの。一応ゲームカテゴリーのポッドキャストなんで。そうですね、そうですね、一応ね、クとダの間にちっちゃい図入るもんヘンタビ。さあ、年末年始の失敗でございます。私ね、年末年始こう何日休みだったっけ、 1,2,3,4,5,6,7日間かな、お休みがあったんだけど、ね、飲んで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 だから待って、え、飲んで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 だから、え、6日間ぐらい飲んでるずっと飲んでたわ、酒を。
ね、普段からもまあ飲むんですけど、週1程度にはね飲むんだけどさ、さすがにやりすぎたよね。うん、年始のだから仕事始めのタイミング、すっごい具合悪かったもん俺もうね体力がないのよ、お酒を飲む。もうずーっと飲んでたからさ、やっぱ起きてるだけでも体力使うのに、それにさらに加えてお酒飲んだらさ、ねえ、分解しなきゃいけないわけじゃん、お酒を。体力使うじゃん。ずっとくたばってたよね。うん。でね、こうそのさ感じがあまり抜けなくて、1月もまあ飲んだね、まあ飲みました。飲んで週1では絶対飲んでるから、週1、2とかのペースで飲んでたらね、おじさんおかしくなっちゃうねえ、もういつだか脂肪肝と診断されていい、もう正常なね健康的な肝臓ではないので、いつおかしくなってしまってもかねえ分かんない状態なのに、なぜお酒を飲むペースが上がっているんでしょう私は。うん、困ったね早死にしそう。だからもうお酒でまあこう派手に失敗はないけど、あー飲みすぎたな時間って感じ。うん、こんな長いことずっと飲むとは思ってなかったなーって、こんなに疲れちゃうもんなんだーっていう、なんか一個失敗ではあるかな。うん、まああとはなんだろうな、まあ、失敗とはまた別だけどさ、あれですよ、冷蔵庫がないっていう、壊れちゃってないっていう状況がしんどかったね。うん、こうなんだろう、冷蔵庫がないのにもかかわらずお買い物してしまったりとかして、保存が効かなくてダメにしちゃったっていうのもあったし、あとはまあこういう調味料系だったら、そのまあね予備で買っといて、なくなったらそれで使えばいいやって思ってたケチャップとかさ、そういうやつがね、実は賞味期限切れてましたっていうのをこう年末の大掃除の時に知るとかさ、なんかちょいちょいちっちゃい失敗があって、この期間中にね、結構こう買っておいて忘れちゃうってことが多いみたい俺。うん、なんだろう、結構調味料系は多かったね。ケチャップしかり、ドレッシングしかり、なんか一本余分に買っとけばいいかとかさ、あとは何、そう備品系は忘れんだよね。だからよくないね。うん、やっちゃいけないんだと思う。必要になった時に買えばいいんだよね本来ね。安くなってるとかだったらまた話は別なんだけどさ、なんかね忘れて買ってきちゃうのよね。うん、なんか分かりやすい方法ないんかね、そういう人向けに。でもいちいちさ、何その備蓄のさ管理するためにメモとかしないじゃん、だってわざわざね。もうそんなん管理しきれないし、誰かが勝手にやってくれるならいいけどね、在庫管理。のもうほら冷蔵庫ももう復活したので、まあそういったね、あの作り置きとか、まあ、冷凍庫もちょっとだけね、ちょっとだけだけど大きくなったし、冷蔵庫も前に比べれば全然広いから、いろいろねまた買っては詰め込んでしまいそうになるんだけど、今回は綺麗に使いたいなと思ってる冷蔵庫に関しては。うん、整理整頓、必要なもの、使えるものだけが入っている状態にしたいなと思っているからさ。うん、
まだそんなにね、あの溜め込んでない。アイスが入ってるぐらい冷凍庫は。うん。あのガリガリくんじゃねえわ。スイカバーのチョコ味のバージョンのやつが入ってるぐらい。質素よ。でもね、また業数とか行ったら増えちゃうかもしんないけど、でも業数行きたいな。なんかスーパーって楽しいよね。だからついつい買っちゃうんだろうな。気をつけます。だからね、まあ年末年始限らずではあるんだけど、わあこれも買ってやったかって思ったのはその大掃除のタイミングだったから、まあ、皆さんね、買い置きにはちゃんとあの計画的にやることが大事だと思いますので、同じ失敗ないようにですね、よろしくお願いします。エンタメに辛辣すぎやしないか。4文字熟女って5文字だよ。たくまさん、女抱くより編集好きそう。女抱く方が好きや。東京 FM になっちゃった。ダメなんですよ。東京特許許可国家。さあエンディングでございます。はい、簡単ではありますが、私のね年末年始の失敗についてお話をさせていただいたんですけど、そろそろみんなのお便りが来ないとね、あのしんどい、うん、今日もしんどかった。よくノーテーマでさ、そう前回もたくまさんのねソロラジオであのお便りない状態で15分喋ったけど、きついって。まだ喋れない喋れない、うん、だからもう次こそはお便り来ると思ってますからね、うん、よろしくお願いしますよ。でもこうどうだろうな、俺のお題が悪かったらごめんなさい。もうそういう旨を教えてほしい。なんでね、今回のテーマがあのお便り送りやすいか送りづらいかちょっと分かんないんですけど、もしそういうのもあったらね、こそっとでいいから教えてください。よろしくお願いします。ということで、次回のトークテーマ発表いたしましょう。次回のテーマはあなたのバレンタイン。2月に入りバレンタインが近づくこの時期、カップルやご夫婦はもちろん、お世話になっている人や職場の同僚、先輩、後輩、大切な人にチョコをあげたりもらったり、ちょっと浮き足立つ季節にあなたなら誰にチョコをあげますか、もしくはもらいたいですか、ということで、次回のテーマあなたのバレンタインでございます。はい、まあね、チョコあげたいとかもらいたいっていうのもそうだけど、こういうバレンタインにまつわるチョコもらった、こういう時期にもらったんだみたいな、そういうエピソードとかもあったらね、ぜひ教えていただきたいと思うので、1回ぐらいはあるでしょ。なんか何かしらね、義理チョコの話でもいいさね、本命の話だけじゃなくてね、うん、こういったチョコをこういう人にチョコあげたいとかさ、そういう願望でもいいからさ、何でもいいからお便りをくれ。何でもいいから、うん、これぐらいだったら送れんだろうと俺は思っている。俺はね、高校生の時に結構さ、その友達が広く浅く多いタイプだったのよ。そのオタクくんたちとも仲いいし、陽キャたちとも仲いいし、先輩後輩も関係なく仲いいし、男女関係なく仲良いしみたいな人が多くて、そのいい意味でも悪い意味でもね、あるとは思うんですけど、特に女子からね、あんまり男子扱いされてなくて、なんか女友達イエーイみたいな感じらしく、なんかすごい義理チョコというか友チョコをもらってた時期がありまして、うん、友チョコならたくさんもらったのね。当時20〜30ぐらいもらったんじゃないかな、友チョコって。そうなるとさ、お返しが大変なんですよ、ホワイトデーにね。から当時100均でクッキーの素みたいなの買ってきて、バーって焼いてタッパーに詰めて、チョコ俺にくれた人これから取ってってってクッキーを返したことがあります。持ってたかったね、本命のチョコ1個はもらいたかったんだけど、全部友チョコ義理チョコだったね、うん、でもまあそんだけのね数もらえたってことは、まあ仲いい証拠というかさ、まあ、そういうふうには思っている
から、まあ、別にいいんだけどね、うん、1個ぐらい本命があってもよかったんじゃないかなと当時思っておりました。うん、今年はねチョコもらえるかな、ちょっと楽しみにしております。はい、そんな感じでですね、あなたのバレンタイン、次回のテーマですね、皆さんからのお便り募集しております。番組への投稿方法はアンカーのサイト、リアマ、またヘンタビメンバーたくまの X に投稿方法が掲載されておりますので、お気軽に投稿してください。合わせて YouTube にて配信中、編集したら〇〇が旅立ったチャンネルもぜひチェック、チャンネル登録よろしくお願いいたします。来週のこの時間はたくまのソロラジオ、誰かに喋るほどでもないふと思ったことを深掘りしていくたくまの隔週のダイアリー、また土曜夜19時に更新、ヘンタビ通信も合わせてお楽しみください。それでは次回の配信動画ポッドキャストでまたお会いいたしましょう。お相手はリアマでございました。